か西村さんちのおばあちゃんだった。前の学校、高田くんが引っ越してくる前に住んでたところは。でもこれって偶然っていうよりもう、すごい偶然だね。僕たち運命みたい。恥ずかしくて口に出せないようなことを躊躇なく